はい、えー、今回、ですねドリアカセイから質問いただいたので回答していきたいと思います。えー、最強の戦略がギブしまくることなので無料でギブをしているとそんなことをしてあなたに何のメリットがあるんですかと言われることがあります。この場合、吉谷さんだったらどうか答えますかはっきりそうしたらいずれ有料のものを買ってもらえるからですとズバリ言う感じでしょうかそれとも他の答えがありますでしょうかたびたび質問を恐れ入りますということで。なかなかかいい質問です、ね、いい質質問問でですすねね これはですね質問を仕返せばいいんです。回答するんじゃなくて考えさせる質問をすればいいんですよ。あ、逆に質問し、じゃあ逆にこれ教えてほしいんですけど、あ、質問ありがとうございます。あ、逆にちょっとこれ質問していいですかと。教えてもらっていいですかと。なんでスーパーに行くと試食のウインナー無料で配ってるんですかねみたいな。<laughs> ちょっと答えてもらっていいですかみたいな。<laughs> もう一度言いますね。 質問あのうんそんなことしてあなたに何のメリットがあるんですかっていうことじゃないですかじゃあ質問逆にしていいですかねあスーパーって行ったことありますみたいなスーパーでなんか試食でウインナーとか焼いてるじゃないですかとあれ何のメリットあるんですかねみたいな <laughs> はいそれでいいと思います要はこ,れこの質問は何かっていうと要はこの質問をすることこの質問をしてるということはもうネットビジネスの基本がまず分かってないんですよ そそもそもこの質問が来ること時点でもうおかしい話なんですよてうことは教育ができてない証拠なんですよ。もう一度言いますね。この質問が来るということは自分が教育コンテンツができてないっていう証拠なんですよ。うん。だからこれ教育コンテンツを作る必要性もあると思いますしあとは考えさすってことですね。考えさす。要は気づかせてあげるってことが大事なんですよ。だからその人から言われたことってへーなんですよ。 だけど自分であそれってどういうことかなって考えてああそういうことかってなると自分に腑に落ちるんですよでこの新しい気づき発見を与えるっていうことが大事なんでだから逆に言うとここでな僕じゃあこれも実はこの質問の仕方も実はギブなんですよ新しい気づき発見を考えさせてあげるきっかけを与えるみたいな多分そのね会社勤めしててそんな質問を受けないと思うんで。 でも、その考えれば分かることなんですよ。うん。ですよね。そう。で、プラス僕だったらこれをネタ、これで僕ネタにしていいですか <laughs> 逆に僕これネタでまた僕フリーコンテンツ作ろう。これいい質問ですね。うん。うん。なんで無料ブログなんで、なんで、えー、Google、なんで Google さんって無料で g メールいや、g メールばらまいてるんですかねとか。なんで Google って無料で、あのー、なんかあ地図,地図、あのー、Google マップ提供してるんですかねあれなんで Google って無料で15ギガ Google ドライブって提供してるんですかねなんで Yahoo って Yahoo アドレス無料で配ってるんですかねなんで Google って YouTube 無料でねめっちゃコストかかるのになんで無料で使わせてあげてるのかなとかね, <laughs> ね。<laughs> って話ですよ。 だからそれを考えさせることが大事ですね。だからもっと、だから本当身近な例で言うならば、じゃあな,なんで GoogleYouTube 無料で運営してんのとかね。え、なんで Gmail 無料でだからそれが当たり前すぎて考えなんですよ。それをビジネスで考えてる人が少ないんで、そのなんか Google は無料で Gmail を出す。当たり前みたいな。いやいやいや、そこに戦略ちゃんとあるよと。 ただ、グーグルはなぜフリーのそういうものを提供するのかっていうと、グーグルを使ってもらう、グーグルを覚えてもらうってことですよね。グーグルの検索エンジンを使ってもらう、もちろんその Gmail の中にも、まあ、広告入れられる箇所があるんで、まあそういうのもありますけど、だからなんか、うん、そのインターネットの仕組みですよね。あとはビジネスの仕組み。え、じゃあな、いや、じゃあなんで、なんか飲食店とか行ったら、その生ビール一杯無料とか、なんか、 あの1000ポイントプレゼントなか何で何やってんですかねみたいなだからそういうその身近なものとこうリンクさせて考えさせてあそういうことかっていうふうだ身近な例え話身近に自分が体験してることとこう絡めて説明することが大事ですねあそういうことかとてかそういう視点がほとんどの人はないので、うん、これちょっとすみません申し訳ないですよパクらせていただきます <laughs> これいいですね、うん、これいい質問だと思いますよ はいまあ、そんな感じで僕だったら、えー、なんだろうな質問を仕返して考えさせるきっかけを与えるギブするってことですね、はい。ということで、えー、回答にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。